実際にやっていきます。いつも来てくれてる僕のお客さんなんですけど、毛先はもうすでにもブリーチ4回ベースで、いつもバレイヤージュを施してるんですけど、今回はまあカットと連動したエアタッチを披露します。まあベース上の方が結構暗くデザイン作られてるんで、上の方からデザインを作って上から筋感が出るような感じにしますね。なんで結構筋感をしっかり出したいんで、まあ毛量調整で作るポイントと、まあカラーで作るポイント両方やっていきます。長さはもうそんなに変えないでいくんで、毛量調整でいきます。アンダーはいわゆるセニングを入れたところに対してドライヤーで落とすと、セニング入れた髪の毛が全部落ちてくるような感じなんで、根元で削げば落ちる位置っていうのはここで落ちるんで、厚みが明るさが出るライン、毛先で削げば落ちる髪の毛っていうのはここから落ちるから、要はより筋感が出るハイライト、ハイライトがメインになるデザインなんで、アンダーはどちらかというとハイライトっていうかはベースのグラデーションを作りたいんで、結構根元の方からセニングを入れる。でカットだけでも V の字、デザインも V の字に作りたいんで、カットのセニングの入れ方も V の字で、根元の方にパンパン2回ぐらい、こっちも。でこれミドルセクション、ミドルセクションの場合はちょっとやや中間ぐらいから筋感を作っていきたいんで、根元プラス中間毛先にまた V の字でデザインを作っていく。トップセクション、トップセクションはさっきのデザインみたいに要は筋感を作るデザインなんで、スニングじゃなくてここに間引きを、要はここの筋感を作りたいんで、この間ここを間引くと、ドライヤーでやった時にこの毛が落ちるじゃないですか、こう。そうすると間引いたところが、これがもうハイライトになるから、アンダーはそんなにセニングだけで細かくぼかしましたけど、上にちょっと立体的に線を作るんだったら、この間を狙って間引きを入れる。それドライヤーで落とした時にここにバッて落ちてくるんで、取った毛がここの線が筋感になって巻いた時に立体的になるっていう。実際に僕が使うバレイヤージュボードなんですけど、これ実際にその正規品だとあんまりしっくりくるものがなかったんで、自分で東急ハンズで作りました。そしたらじゃあ実際に作っていきます。そしたらじゃあまずトップのデザインを作っていくんですけど、トップはエアタッチじゃなくてバックコーミングのハイライトを入れていきます。トップ、つむじから中心にバックは放射状に分かれてて、センターで両サイドに割れてるっていう感じなんで、このバックの放射状になってるところに関してはテンションかけないでチップ、だいたい3個こういう感じで真上に引き上げて、中間ぐらいから逆毛を立てます。グッと、こういう感じで、前回のブリーチ履歴のところまでをとりあえず塗ります。根元ギリギリからこんな感じで、今そのバックのトップの放射状になっているところはチップで取ってたんですけど、上のこのパックリ割れてるところに関してはスライシング、チップじゃなくてもう真横に引き出してこういう真横のスライシングでやってます。
で中間ぐらいからまた逆毛を立てて、また前回のブリーチのところまで、こういう感じですね。このデザインに関してはもう感覚です。自分のどれぐらい欲しいかっていうデザイン。これがトップのデザイン。そしたらなんかまあデザインをこれから作っていくんですけど、イヤーテールで分けて、でやや前上がりスライスでデザインを落として、これがセニングの落としたデザイン。真横にやっててもグラデーションが入るんで、そう斜めになるっていう。次にまたちょっと時間を置いたらもう一回ブリーチをかぶせますので、上からブリーチをかぶせてよりリフトさせるように同じところに対してもう一回。毛先はもう弱い薬でいきたいので、一回作ったブリーチって時間が置くと置けば置くほど効力がやっぱ弱くなるから、次新しいブリーチはこっちから塗ってあげるようにしてるっていう。こういう風にグラデーションとハイライト、あ、じゃあグラデーションカラーに、あとちょっとローライト効果にベースの髪の毛がなってるっていう感じ。なんかこういう風にもうその状態だけでも結構コントラストがついてるっていう感じ。さっきあんだけバツッとベタ塗りで塗ってたのに、バツッとしたラインがどこにもないくて、さっきやったその筋でスライドで取ったところがこういう風にコントラストとしてハイライトがしっかり強調されるデザインになってるって感じです。横から見ても一切線が出ない。オンカラーをしていきます。カラー剤の中にカラートリートメント今混ぜてるんですよ。あれさっき持ってきたのがカラートリートメントで、結構ピンクをのカラートリートメント入れてるんですけど、ピンクって普通のカラー剤でやっちゃうと
抜けてきた時にオレンジになっちゃうんですけど、カラートリートメントだったら表面コーティングだから、抜けてもオレンジにならない。こんな感じでグレーとベージュの間で作ってるっていう感じですね。巻くと毛先はもう白っぽくなるデザイン、かき上げたりとかした時に表面から線が出てくるっていう感じですね。まあ今回の動画を通してカラーとか、まあ、こういうデザインカラーに苦手意識がある人も、まあ、少しでもなんか手助けになれたらなとは思いますけど、まあ、やっぱやってみないとわからないこととかもあると思うんで、まずは挑戦、チャレンジしてやってみる。ぜひやってみてください。